うございます。今時間が7時ぐらいで、はい、ご飯を食べてからトレーニングに向かおうとしております。今日はね、腕トレで、まあ、スタート位置的に気づく方多いと思うんですけど、フィット24に行きます。今日はちょっとフル食取っていこうかなと思いますので、ぜひね、最後まで見ていっていただけたら嬉しいです。ここが前職、前職じゃないな、前前職、第一生命が入ってるところです。はい、それではね、今日もトレーニングと一日頑張っていきましょう。Under street lights, right next to the skyline. With you,
トレーニング終わりました。ちょっと全部は撮ってないんですけど、腕トレをやりました。サイクルは話したよね、前回。なんかなんだかんだずっと日本クラシックミュージック終わって月曜日仙台で遊んで、で火曜日から確かトレーニング再開したんですけど、もうずっとやってますね。仕事を変えて今2ヶ月目なんですけど、まあ、ちょっとようやくいろいろ慣れてきたというか、自分のサイクルできてきて、まあ、朝早く起きてるのは起きてるんですけど、休憩時間とかね、あと仕事終わるのがだいぶ早くなったので、まあ、そこで夜、まあ、8時ぐらいに寝たりとかして、1日2、3回寝れてるっていうのもあって、体力の回復の仕方がね全然違って、リクルート行った時はめっちゃ眩しい、リクルート行った時はなんか 4,5 時間睡眠でやってたから、しかも週1サイクルがそれで限界で、なんならそれもきつい時あったし、まあ、そんな感じでだいぶ環境が変わったというか、いい環境にね、なっていってる、きた。第一生命いた時の2年間はトレーニングあんまりできなかったりとかして、競技やめようとか考えてたけど、ようやくいい環境ができてきたので、まあ、しっかりね、まあ、ちょっと今年はボロボロだったんですけど、はい、いい感じにやっていきたいなと思います。ちょっと帰ってご飯食べるんですけど、買い物しなきゃいけないから買い物して帰るってことで、めっちゃ暑い、めっちゃ晴れてる。はい、ってことでイトーヨーカドーに泊めてるので、チャリ回収して多分ドンキホーテとかに寄って帰ります。これがね、2食目、オートミールをね、多分1週間前の動画は 80g 取ってたと思うんですけど、 40g に減らしてます。で、オイコスを足してバナナをね、入れてます。冷凍してるので、まあ毎回だいたい 100g ぐらい入れてます。まあ一応測ってるけどね。蜂蜜も大さじ1杯ぐらい入れてるって感じのご飯が2食目でね、マイプロテインのチョコレートブラウニーかな、あのインパクト OA プロテインの、それ入れるとめっちゃスイーツになるから、なんか毎回ね、トレゴの楽しみになってる。これが最近、まあ、よかったらあのコード使っていただければ安く買えるので、はい、ぜひ使って買ってみてください。でね、体重の話をしてからちょっとご飯食べたいなと思うんですけど、今週というか今 75.1kg です。大会前ね、水抜ける前が 73.5kg ぐらいだったので、だいたい 1.5kg 増ぐらいです。なんか 74kg になったりとか今はずっとしてて、朝早く起きるとちょっと多めに出る。で、だいたい8時間9時間ぐらい寝れると74キロ台後半っていう感じのが最近の体重です。だから 1.5 キロ増ぐらいですね。いつも6キロとか8キロもう2週間で乗っちゃうというか、まあそういった人多いとは思うんですけど、まあ、5、6キロ乗ってしまうっていうのが多いと思うんですけど、今年はね、あんまり乗らずに、わりかしいいコンディションはずっとキープしてるっていうのは、去年はあえて乗せたりとかして考えてやったつもりなんですけど、その考えてやるっていう中で、初めてちょっとオフシーズンちゃんと過ごしてみようっていうのが、まあ一つですかね。あと、動画撮る気にめっちゃなります。はい。いつでも脱げるしね。っていう感じで、まぁ、あ、ちょっと、細々切り取って喋っていこうかなと思うんですけど、一旦、トレゴの楽しみ、いただきます。バナナ凍らせることでパフェみたいな、チョコバナナパフェみたいな感じの、食感味になります。ぜひね、やってみてください。To the ones who lost their hope.
はい、ご飯でございます。米 200g、 鶏肉 200g。 ここはね、もうずっと固定、ずっと減量中というよりはここね2年3年ぐらい鶏胸肉食べても 150g がマックスだったんですけど、 200g に上げてからね、気のせいかもしれないけど調子がよろしいですね。はい、なんか取りすぎって感じもしないし、ずっと 150g これも行くか行かないかぐらいだったんですけど、200にしてからだいぶいいですね。体重もね増えないから、多分これがメンテナンスカロリーなのかな、今の。だから多分2800キロカロリーとかにしたらなんか減量できる状態になっているんだと思う。まあ、1600とか1700で最後やってたけど、もうそれの時点からちょっとあれでしたね。今はだいたい毎日相変わらずマクロファクターでつけてるんですけど、まあ、毎日2900から3000くらいですね。はい、まあ、これぐらいで体重が増えたり減ったりもしないベースカロリーになっているので、まあ、どっかで上げるのかな。一応来年の2月まででプラス8キロぐらいになるように設定はしてるんですけど、なんかどうなんですかね。一気に増やす気もないし、まあ、週末はね、まあ、僕土日休みなんですけど、ご飯行ったりとか外食とかはしてるんですけど、でもスイーツ食べたりとかそういうのもしないし、もう今週はちょっとまだ予定ないけど、先週はステーキ食べて、まあ、それぐらいですかね。うん、なんかそんな感じの生活してるんで、一時的にバンって増えても75キロ台だから、うん。で、すぐ75の前半から74の後半まで戻ってくっていうような感じですね。で、もやし入れてる理由は、かさ増しじゃなくて、なんか野菜から出る水分ってめちゃめちゃね、肉の甘み、旨みが増す気がして、それで入れてます。まあ、今日普通に仕事なので、もうすでにミーティングもいくつかやって、今昼撮ってるんですけど、この後も割と詰まってるので、まあ、テレワークなんですよ。完全テレワークで、スーパーフルフレックスって感じなので、自分で時間は作れるんですが、今日は結構忙しいので、回せるとき動画回したいなと思います。まあ、しっかりフル食撮っていきますので、最後まで見ていってください。はい。まあね、時間がね7時ちょっと前ぐらいかな。で、ちょっとこれからね、今マンションなんですけど、めっちゃ雷鳴ってる。ちょっとこれ外見えちゃう。はい、宅配物をね取り行きます。はいはいはい。とかもね、今日ちょっと午後めちゃめちゃ忙しいというか、予定が詰まってて全然取り行く予定なかったので、 Amazon から多分物が届いてるはず。基本ね、テレワークだから、ちょっとこうやって、夕方とか外出ないとね、まあストレスはたまんないんだけどね、家だから。外の空気浴びるって大事ですよ。基本一日中エアコンつけてるから。はい、なんかもう、定点みたいになってきたね。この、ここにね、モニターがあってパソコンがあるんですよ。で、椅子が、今ちょっとスーツかかってるけど、モニターがあってっていう感じで、まあ、後ろベッドなんですけど、はい。まあ、ここで仕事したりとか作業してることが多くて、なんか最近ここが定点になってる。で、何届いたかっていうと、ヨガブロックかな。まあ、ヨガやるわけじゃなくて、コンディショニングとか、そこら辺でめちゃめちゃ使えるんですよ。ゴールドでも使ってるんですけど、なんかこれめっちゃ欲しいなと思ってて、セールと、僕 Amazon めっちゃ使うんですよ。Amazon でめっちゃ買い物するんですけど、ポイントめっちゃあったのと、あと僕ドコモユーザーなんですけど、D ポイントもめっちゃあって、まあただ、500ポイントぐらい使って700円ぐらい。700円しなかったかな。めっちゃ安い。で、なんかポストにね、見てください。ファンタジースプリングス特大号が届きました。ファンダフルディズニー。これディズニーのファンクラブのやつですね。はい。ディズニーのファンクラブ入っております。ジャイアンツも入ってるしね。好きなやつにはしっかりお金かける、そのために働くっていう感じです。で、これはね、単純にこっちはパソコンのメーカーが明らかに書いてあるんですけど、ここに置いてあるのは会社のパソコンで、これも会社のパソコンです。なんかでかくてバッテリー弱くて、僕基本フルリモートなんですけど、なんか法人系のお仕事してるのでたまに対面があって、その時に邪魔なんですよ。
って言ったら新しいのにしてくれました。めっちゃいい会社。そんなこんなでご飯です。めっちゃ遅くなった。お腹すいてたよ。これはね、ご飯 200g、 鶏 200g、 だからさっきと一緒って感じです。はい、まあ、仕事してるとね、時間が過ぎるからちょうどいい。まあ減量してるわけじゃないんだけどね。っていうのはどうでもよくて、やらなきゃいけないことがあるんですよ。これ私の MacBook Pro、はい、こちらですね。今ね、これがやってるんですよ。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、はい、これで僕は、行き先はもちろんこちらです。はい、これちょっとね、やらなきゃいけないのでやって、ここからご飯食べたいと思います。1月に計画しております。一人旅です。もうね、僕普段ね、 YouTube 見るとしたら、海外の Vlog とか、人の Vlog 見るの好きで、日本人ってなると、大城ジャストオナガとか、あと、まあ、沖縄勢よく大城と一緒にいる真名子慎太郎さんの動画とかは見させていただいてることは多いんですけど、めっちゃね、僕沖縄好きなんですけど、まあ、こっちで仕事あったりとか、こっちの用事が多いので東京にいるって感じで、沖縄行きたいなと思ってたら、 ANA のセールが始まったので沖縄に行きたいと思います。1月かな。まあ、2月だったらギリ高くはないけど、海入れるかもしれないなと思ったんですけど、まあ、ちょっと12月はね、ちょっと年末で厳しかったので、ちょっと1月にね、行こうと思います。まあ、その時の動画も楽しみにしててください。コンディションめちゃめちゃ崩さないように。まあ、せめて、まあ、今は大会プラス 1.5、2キロ弱くらいなんですけど、写真撮れるぐらいの状態でいたいなと思います。てなわけで、こういうご飯をね、ずっと食べていきたいと思います。10時45分。ちょっとね、仕事終わって、さっき荷物とかもろもろやって、その後もう一回仕事したのか。ここからね、ちょっと寝てしまって、時間が過ぎてしまいました。で、米 180g、全卵3つです。で、ちょっとね、カロリーがまだ2600キロカロリーちょっとなので、寝る前にね、今、じゃがいもノンフライヤーでやってるんですけど、まあ、それと、プロテインか何か取ろうかなと思ってます。で、まあ、2800から2900ぐらいになるかな、それでっていう感じで1日締めようかと思ってますっていう感じでね、過ごしてます。ちょっと眠たい。今日はね、ちょっとフル食っていうような形でやってたので、ちょっと絵がずっと同じような感じで申し訳ないんですけど、また、まあ、ちょっと近況報告というか Vlog 回していければなと思いますので、また見に来てください。まあ、ちょっと最後にね、まあ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。